Welcome to Let's Play クロノトリガー。さて今回からね、まあちょっといろいろ素晴らしい、まあいろいろ強くてニューゲームという素晴らしいものをやろうと思います。で、何をしていくかというと、これからちょっとマルチエンディングってやつを見ていきたいんで、ちょっとそれをやっていこうじゃないかい。まああのクロノトリガーの、まあ、強くてニューゲーム、まあ、これはね、ワクワクするわね。ワクワクするっていうかもいろいろ俺初めての時もかなり衝撃的だったんだね。で、まあ、これどうやってやるかっていうと、まあ、どうやって出すかというと、ラボスなんていうかな、まあ、セーブして、まあ、最後まあどこでもいいんだけど、でラボスを倒して、まあ、最後ジエンド出るじゃないか。ジエンドで出て、でその中でなんだろう、まあ、それで一回リセットボタンを押して押すと出てくるんで素晴らしい物体が。懐かしいな、ここ。エイトの出てるの、エイ君起きなさいよ。はい。クロノって寝ますけども、クロノってさ、絶対寝るの好きだよね、この人ね。なんかさ、あれだよ、ね、なんつうの。なんかさ、みんなで語り合った時あったじゃん。なんかあの、全員の、なんだかあの、緑のイベントのイベントでさ、クロノ一人だけずっと寝たからね、そのぐったりとなんか、俺はもう関係ねえぜ、みたいな。ほんとクロノやさ、まあ相変わらずね、クレイジーな、ね、バトルスピードを一緒にして。これはなんだ、なんかあれかな。これなんか AF っぽいね。かっこいいね、これ。あ、これいいね。いい感じじゃん。なんか、とてもいいね。ただまあ、これでいっか。でも何が素晴らしいかっていうと、僕と川の、しかしながら、すべての装備があるという、感動的な。これマジ衝撃、俺衝撃見たもんね。俺これ初めてやった時。なんだ強くて逃げるんだ。はいはい。あーね、あれですよね。ルッカ先輩ですね。伝説の発明はルッカだから。そうだね。行くか、とりあえず。で、まあ、一応、まあ、マルチエンディングだけ、むしろもそこだけもなんかさ、もう全部カットしてもそこだけお見せすればいいかなと思ったんだけれども、せっかくだからなんか、まあ、後々のために、いろいろやっておくか。ほっきゃ。ここから海の出会いが始まったんだよな。リーナの鐘が鳴り響く中で。クロノユーザーにしてみっか、ちょっと。ユーザーっつうか、まあ、ちょっとね、どれだけで合格人のことをするかっていうと、まず起きるじゃん。話しかけないじゃん。ペンなっとるじゃん。じゃあ、はい。嫌だ。はい、しょうがねえな。ああ、じゃあ後でちょっと面白い見せちゃうよ、じゃあ。マールさん、あなたに後で面白い、すげえ面白い見せたいんだから。覚悟しとけよ、お前。あなたは、いい名前だね。はっ、いい名前だね。じゃあ後で装備整えるか。プリズム、星屑、何ですか、太陽の眼鏡。これで OK か。さてと。ちょっとユーザーにする方法は、いくつかあって、まず、ほら、マネスタの選手の楽しみにしてるものが元気だった。食いしん坊ね、ごめんね。猫ちゃん。猫ちゃん連れていきます。まあ、ちょっとね、かなりひどいことするんで、もう閲覧注意、もう閲覧注意並みのあれだな。申し訳ないけれども。まあ、ここまでする必要はなかったと思うんだけど、ここまではする必要ないけど、まあ、この人が探してんだよ。早くおいで、おいでおいで。まあ、いるじゃん。これいるじゃん。はい。最悪やな。最悪やな、クロノ。なんとかこの人はね。刀鍛冶のボスを作ったら、いらない。おなかのペンド。はい。ウテクロに穴つけてくれるの。もちろん売ろうぜ、これ。はい。おなかのそのペンド。お。いや、そんな効果のも受け取れない。あ、知ってんだね。あ、そっか、一応記憶っつうかな。え、でもそしたらもっと不思議なもんじゃねえの。あ、だからむしろなんか売ってくれるのってのか。いや、違うか。そういうわけじゃないか。はぁ、あ。で、これでまあ開かれたね。あとなんかあったかな。合格人になるポイント。合格人今、チャラオクロノの先輩だから。じゃあ行こうか。待って、キャネルやってこう。マジで。いや、嫌だね。嫌だね。あ、もう行こうぜ行こうぜ。ちょっと待って、明日までね。うるせぇ。俺、言うぞ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 引っ張らないでよ。これね。で、これでももうどんどんあれだから、もう街の人の好感度がどんどん下がってくから。弁当、今のこれだべ。極悪人、腕を引っ張る。猫をぶっ飛ばす。ペンダントをロードする。で、早速ここでぶつかった時に回るなんだ。回るに話しかけてペンダント一直線っていうね。をするか。はいはい。時間と勇気になること。おー。はい、こっちに残るの。はい。こっちに残る。うん。なるほどね。ルッカ先輩、さすがだな。お前、あれからすごいね。おっす。黒の、待ったら誰もこのテレポートの点数を調子しないけど。あなたやってくんない？面白いです。やってみなよ。あ、やべ。
やべえ、ちょっと待って。はぁ！あかん、終わった。これは無理だ。ちょっと待ってくれ。戻ってくる。よし、オッケー。じゃあ、しまった。これがあったか。よし、これが飛ばすから。よーし、行こうかい。じゃあ、まぁ、そのミスターマンなんだけどさ、うん、よいか。ちょっとね、やってみようか。そう、こっちに手伝うんだよ、その、てか、ちょっと行ってみようぜ。ちょっと乗ってみよう。これは何？さようならみんな。黒のアマールにとてもよろしいものを見せてみます。ああって感じやな。何事だよな、本当だ。いきなりなんかもう連れてかれて、こんなわけなあかんで物体見せられて、これ大丈夫かな。勝てる自信が、ああ、いけそうだね。まあ、あの勝てないかもしれない。ちょっと微妙だな。勝てるかちょっとわかんないけど、まあまあ、とりあえずやるだけやってみるか。アイスマソル攻めるか。あ、むしろあれだな。KR 使うかじゃん。顔つきそうなオッケーだな。あー、シャイニング使おう。KR 使って、じゃあシャイニングで攻めるか。まさかの展開だよ。こんなことさせられたなんてな。もう周りもびっくりだよ。国家反逆罪どころじゃねえから。ちょっと一緒に世界を救おうぜ、みたいな。そういうノリだな。まあいいんじゃない。いきなりラブするからなんか。これはなかなかいいんじゃないか、楽しいんじゃないか。まあ、あれでも本当あれだ、ロマン明るい。どっちに来るかな。あ、来るな。来るなったら大丈夫だね。209。まあ、あれどこで来るんだろうな。あれだな、スピードカプセルやってみなせれば。確かまだ手持ちがあったような気がするんだけど、前回ですね。前の週の傷つきみたいな気がする。まあこんな感じで、まあとりあえずこんな感じで、まあいつでもこの人に、この変な人に挑むことができるっていう、まあ、素晴らしい。それがまあ2週目の特典なんだよ、特典とか。で、その、どの時期に、もうラボスを倒したかによって、まあ、そのエンディングってのはいっぱいなんか、まあ、いろいろあるんだよ。もう倒したんだよ。まあ、問題はここからだけど、問題はこの先だよ。やった。ごめんね、こんなことで巻き込んじゃって。ざわめるとか、なんてことで、なんでもないよ。おごめんなさい。君ありとかだな。70リアクションだ。カエルがいねえな。カエルがいてくれたらかなり心強いんだけど、はい。あ、特製弁当まだ残ったな。もうこれあれだ、賞味期限多分2ヶ月以上過ぎてる。回る。じゃあラスト持ってくるか。いつでもちょっと早くできるようにしたいからな。スーパー、ハイエール、ハイボール、特製、まあこんなもんだろ、こんなもんだな。2人ともあれだもんね、レーズ系使えるから、まあ、かなりやめた。しまった。ミドレーズ、そうだね、2人ともなんかレーズ系使えるから、まあ、かなり楽なんじゃね。で、おそらくそのマルチエンディングが多分次回のパートからやる、まあ、次回のパートとか、まあ、その一応ここではまあ一応なんですけど、まあ、ちょっとまあ個人的な試みというか、この状態で倒せるのかっていうのは、なんつうの。あら、お久しぶり、ラボスさん。まあ、この状態でも、なんていうのかな、ラボスを倒せることがちょっとやってみたいんだけど、まあ倒せなかったら倒せなかったらちょっとショックだけど、どうすっかな、したらな、レベル上げとっかしたらもう。ラボスです。これ、どんぐらい食らうかな。はいはい。どのぐらい食らうかによる。いや、むしろこれで、やられないよね。あ、いけるわ。あ、てかむしろ食らってんのめっちゃ。むしろ黒がめっちゃ食らってるやつ。じゃあヘイストまだ真似かける。あら、痛い。どうすかな。ヘイストマークにかけて、じゃあ一回回る回復がいいんじゃないかな。まあでも、その間に、多分大丈夫じゃね？いけるかな？シャイニング。こんにちは、シャイニング。で、じゃあ、ハイボール。おーしゃい！いいね。シャイニングはほんと素晴らしい技。それはまるだから、クロノクロスの主人公も引き継いでくれたから、もうシャイニングって素晴らしい技。さあ、もう一度いきましょう。いけんじゃねこれ。あー、でもあれが問題だな。あの、なんかステータス防止をなんか効かなくするみたいな、あれがちょっと問題なんだよ。そっから、なんつうの。あー、ちょっと、あれ使っとくか。うわっ、あ、やべえ。黒のやだかも。可能性が高い。あらら。マジか。ちょっとこれエリクサ使うと思ったんだけど。あれいつ。お初じゃねえ、これ。なんだか、わかんないけど。これ、ファイナルファンタジーの、あれと一緒なのかな？エフェクトっていうか、なんかその、天使のなんか、絵っていうかさ、わかんないけど。
うすっかな。まあとりあえずマール待機だな。まあちょっとあれ使うかな。スーパーエーテル、お願いします。そうそう、左で行った、こちらから。あ、まだ、よし、ふい。そろそろあれだな、あれ来ると思う。ステータス防止を効かなくするってあれが来ると思うから、それどっちに来るかなって、かなり厄介な。まあどっちにしてもかなり厄介ですけど、困っちゃうんですよ。やられたら出るって出るって出るって。お、行ったね。次は本体しか、はいはいはい、こっちはぶっ倒そうぜ。あれ、おお、危ない危ない。支援ってなんか、ああ死から遠くなる、死から遠くなるから支援か。でそれで体力回復する。ういこれ倒せよ。全然全然この音いいよ。パリーと、ああこれいけんじゃね。あこれ捨てらせにならないべ多分。多分東園あたりが来たら、あやばいね。どうすかな、回転は使っとくか。じゃあ東園ってやつが来たら、多分そこら辺でちょっと使っていこうと思う。これ結構でも意外といけんな。なんだろう、いやレベルは上がってないから、あの前回のままなんつうの、前の集会の最後と同じレベルなんで、意外とできるもんだね。全然全然熱に使うぜ。回転オーラ回転オーラ回転オーラ、ほい、ちょうどいいタイミングだな。きっとなこれでいけんじゃないか。やっぱ閉鎖使うと便利だな。さすが回るぜ。注意、あんま回復しねえな、思ってる回復しねえな。どんぐらい食らう、これが問題だな。これによる、これがどのくらい食らうか、どっちがやばい。レイズレイズレイズ、黒のがやばい。あ、思ってるあれだな。あ、じゃあそれでいこう。じゃあそれだったらピアル、攻撃手段がもう ほとんどねえからな。シャイニングドマン、アイスガアタック、アイスガアタックアイスガ、そうだ。あ、しまった、エレクサ使ったからだ。それだったら作ったな。じゃあもう一発あれだな、アクアビラゲタンコメガスそんなにダメだと思う。ふい、あ、むしろ買う水のメガネじゃなくてカウンターつけたらよかったか。作ったかもしんねえな。その手があったか。まあいいや、まあいいや。ほい、普通にこういう人も強いね、この人。ほい強えな、どうす、一瞬で溜まるよ。一瞬であのゲージが溜まるからもう早いな。ほい、まあ上がってなくてカウンターないから前よ。ほい知ってる、ベーベー、まさかさらってこんなことさせられるとはな。マール王女さらってよ。お、意外といけたね。意外といけるもんだな。でこっからこいつかっこいいよね。そうだな、ラボスってあれだもんな。いや、ん？成長してるのが原始に来た時から人間の形、こいつもしかしてこの星の意見も全部の力を備えてるんじゃ。よくわかったね。じゃあ私はこいつのために生きてきたっていうの、黒の親は私たち、みんなの、みんなの星なんだから。まさか二人だけでこんなこと、まあいいんだね。ラボスは6500万でのすごいよな。で、それで一応目覚めるってことなのか。まあ、そうか。はい。さあ、どうする、どうするかな。いいじゃん、甘くらないね。問題は、あれこれ、ヘイスト困ってるのか。まあいいや、もうかけてもらって。あ、大丈夫か。どのぐらい食らう、あ、よかったよかった。じゃあここであれだな、ラストリック使っとくか。使う使う、どんどん使おう。あの感じか、これタイミング悪かったね。これちょっとあれだな、ぶちかましたら。あー、アイスが使うけどな、アイスが使いのシャイニング、真ん中が厄介だからな。まあ一気に右も攻めたいんだけど、右一気に攻めるのもありかもしれないけど。何が来る、授業点か。うわー、これか、いけない、これか。あー、いけるかな。あ、マジでいってる、これ周りやばくね、これ周りやばいんじゃない。どのぐらい、うっ、お、やべやべやべ、1000いったか、危ねえなこれ。
で、クロノも500ロ食らったね。じゃあサイニングかけるか。サイニングラストレクサ使う。勝てるかな、ただ勝てるかな、君は勝てるかな。早いな、ラバトリック復活させる。どうすっかな。とりあえずじゃあ乱れ切りだね。乱れ切り、あーこれ結構食らうんだよね、地味に食らうんだよ。あ、それ使うか。じゃあ使い使い使い、どんどん使い。あっぶど、あぶねえあぶねえなこれ。ふい。でこれラストレクサ使って、あーシャイニングだな、シャイニングアイスが攻めていくか。じゃあほいほい、名活ってやつ使ってくるの困るから。名活だっけ、就活みたいな、就活とかやるの、就活とか本当やんの。あれあれはどういうことなの、何なの就活って、なんでそんなわけなわけなわかんない、ちょっとめんどくせえ説に。もう普通になんかもうバイトみたいな感じでいいじゃん。なんでバイトみたいななんか感じにすればいいんだろう、わざわざなんかあんなの。まあそんな楽なんだろうけど、まあ会社側にとってもまあもしかしたらまあ学生側にもある意味じゃ楽なのかもしれない。なんでそんなわけなわけない、なんでラボスコアでその就活みたいな、わけなわかんないわけなわかんないだけど。まあ、あれだよね、新卒、新卒を狙うんだったら、まあ、新卒で絶対取った方がいいよ。まあ、就職した方がいいよ。わけのわからん、わけのわからんこと。今更だけど、俺はもう完全に終わったけど、新卒でまあ頑張ったけど、まあ、頑張ったけど、まあ、そこそこ頑張ったけど、残念だから、まあ、ないでって言うのも、もらえなかったら、まあ、もうこんな今、わけのわからん状態になってる。まあまあ、まあ、全く後悔はないんだけど、後悔はしてない。あ、いいね。あら、そのための回復するの。どうすっかな、マール回復するか。あ、ありがとう。じゃあこれでアイスが高くてみれば。レレレレレ、ああやめよ、そんな就職活動とか、そんな、あー、ダメでしょ、そんな婚活活動とか。うら切り刻んでやる、そんなわけない。もうそんなね、気分がもうズタボロになる。あー、これヘイストかかってないね。もうその気分がズタボロになる、なんかわけのものを気分って、ふぅ、そんなもん切り刻んでやるな、効率的になってしまうごい。ふっ、よし、いいぞいいぞいいぞ、ラボセット復活する。あー、どうすっかな、ラストレクサ使う。ラストレクサ使ってヘイストかけの、これでまたあの原始人飛ばされなきゃいけない、時空転換。それ飛ばされると結構やるから、ヘイストかけ、乱れ切り、シャイニング、え、どっち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 来たの、クロノか。そしたら勘弁してほしい、これ厄介なんだよな、そしたらしこれかかったらもうどっち、クロノ、あ、痛い、うぅ、え、やべ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 って、これ危ねえな、線もいいんだけど、やめてやめて、大丈夫かな、大丈夫だよね。おお、魔法防御が関係するんだな、これはな、危ねえなこれ。あ、でもステルス攻撃効かなくするとか、まあ多分それ無効になった時でこれ倒したことになるんで、おそらく。KR かけとこう、恐ろしい。で、これはぶっ倒しの、ベベーン、とっととラブスコア倒してえな恐ろしいな、ちょっとハラハラするんだよな、個人的にちょっと、ね、緊張、若干緊張するわ、なんかもうやられてしまうんじゃないかって。何役、あ、これだって大丈夫だ、ランダムスラス、あー、ありがとう、大丈夫、ゴンザレス、ゴンザレスだな。あー、なるほど、そういうことか。あー、そういうこと、もしかしてゴンザレスのあれを引きずりとかなんとか、それすらも吸い取ってるのかな、この人は。あ、もう全ての、まあ、生き物とかもロボットだけど、もしかしたらそうかもしれない。あ、そう考えると面白い。あ、魔王とか。これは、あ、やべ、間違えた。間違えた。間違えた。やってもらうな。あ、もう来ちゃった。これ来たら、どうすっかね。またラストリクサ使う。特製弁当。特製弁当どこで買うの、全然買うのかな。今日使ってみたい。使ってみたいけれど。いい加減使ってみてよ。やばいやばい。やばいやばい。これ第3かけるなってキャラかけた。よし。じゃあ、クロノ。特製弁当。クロノ、クロノ。あー、どこだ、特製弁当はどこだ。俺の服ね、ディス。ディス。しょうがねえ、ラストレス使うから。
あ、これむしろさ、プロテクトボール使ってさ、あの巨岩、あれ多分やられなくなっちゃね。ちょっとやってみようぜ。あー、それどんぐらい食らうかな。これ黒のがやばいかもしれないね。どうなる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 。おお、使っちゃえ使っちゃえ使え使え使え、ほらすぐ使え、どんどん使おう。で、プロテクトボール、そのプロテクトボール周りにかけてバリアボール黒目かけたらかなり使え、かなりいったね。そうしようそうしよう、よーし完璧だ、これこれで完璧だ、これでも死ぬことはない。あ、マジ？よし、早いね早いね、そのなんか回復、なんか防御防御回復して、それでまた防御回復、何一体何て言ったの。まあいいけど、まあいいけど、ありがとうございます。これで完璧だけど破壊させていただいて、リア充就活ラボスコアをぶっ倒せ、うい。ああああ、さよなら、まだ、さよならしない、まあいいけどいいけど、とりあえず真ん中なんか倒そうぜ。あーっと、そろそろ来るな、明活来そうだな、就活来そうだな。やばいわ、恐ろしいわ、カップ恐ろしいわ。マールの今腹詰めかっこよかったね、なんかボなんつうの、防御プロテクトボールの勝プロテクトボールの勝てる状態なんだから、後ろに引きそう、完全ガードの状態だな。あ、多分カエルが一番かっこいいけど、カエルが一番かっこいいな、あのディフェンスに関して、ディフェンスのカエルって呼ばれたことだ。まあいいよ、いいことだ、それは。いった、まだか。オッケー。あー、どうすっかな、もう攻めるか、もう攻めようぜ、いい、攻めよう、多分いけるべ、いけるいける、ほい。で、これもギリギリまで攻めて、あともう一発やって、ベン、あともう一発やるの、あっ、およかったよかった、かっこいいね、まずいけど、まずあれ前もこんな感じなのかな、まあいいわ。ふぅよかったね、ラボスなんかやりましたね。ラボスって何者だよな、ほんとな、謎だよね。いや多分何か送り込んだね、きっとどっからの星からね、なんか実験みたいな感じで、壮大な実験だな、タイムマシンを使い出すか、もしくはなんかそうに違いない、何事かがあったんですけど、だからこれ謎だよね。